第17期マイナビ女子オープン女王就位式を始めさせていただきます。私は本日の進行役を務めます株式会社マイナビ社長室の山口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ではございますが、見事7連覇を果たしました西山朋佳女王にご登場いただきます。皆様盛大な拍手でお迎えください。主催である株式会社マイナビ執行役員社長室室長小作正幸よりご挨拶をさせていただきます。小作室長よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介賜りましたマイナビの小作でございます。本日は大変お忙しい中、第17期マイナビ女子オープン女王就位式にご出席いただきまして誠にありがとうございます。無事に第17期マイナビ女子オープンを終えることができましたこと、一人に皆様のご協力の賜物であり、この場をお借りしまして熱く御礼申し上げます。どうぞご出席ください。この度の、マイナビ女子オープンですけれども、初めてのタイトル戦となる大島彩香女優2段が第11期より防衛されてます西山女王に、挑戦するという5番勝負となりました。皆様ご承知の通り、西山女王の3連勝という形で、7年連続での防衛を果たされております。改めまして、西山女王防衛おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。2007年からスタートしておりますこのマイナビ女子オープンも早いもので、第17期を終え、先月開催いたしました、チャレンジマッチを皮切りにですね、すでに第18期がスタートをしております。今年はどのような戦いが繰り広げられて、来年の五番勝負におかれましては、どなたが西山女王に挑戦するのかな、今から非常に楽しみにしております。ここ最近の将棋界におかれましては、非常に明るいニュースが続いているというふうに感じております。昨年の10月には藤井竜王名人が八冠獲得という偉業を達成されたかと思えば、つい先日その藤井八冠を破り、同世代の伊藤匠叡王が誕生。そして我らが言うとすいません、大変おこがましいんですけれども、西山女王におかれましては、史上初の女性棋士誕生に向けて、棋士編入試験資格まであと1勝という、活躍をされており、多くの将棋ファンがその動向に注目しているという状況かと思います。西山女王のさらなる活躍と将棋界の新たな未来が切り開かれることを心より祈念しております。また今年は、日本将棋連盟様が創立100周年を、迎えられますこと、そして、女流棋士が誕生して、50年を迎えられたこと、この2つの大きな節目の年を迎えられましたことを改めまして、心よりお祝い申し上げます。おかげさまで私どもマイナビもですね、昨年の8月15日に、創業50周年を、迎えました。将棋という伝統文化というと少し固い印象を受けますけれども、例えば、プロの皆様の対局は競技そのものですし、私のような素人にとっての将棋というのは、レクリエーションであったりとかゲームであったり、友人、親子のコミュニケーションツールの一つであったりします。そのような形で様々な場面で、老若男女問わず浸透して愛され、日本の中にですね、根付いた、営みとしてのその将棋というものが今後さらに発展していくこと、その取り組みにおいて、一翼を担えることができれば、私どもマイナビ
マイナビ出版ともどもですね、非常に嬉しい限りであります。最後になりますけれども、長年にわたりこの規制にご尽力いただいております日本将棋連盟の皆様をはじめとした、関係者の皆様、そして、女流棋士の皆様、棋士の皆様、そして、何よりも全国の将棋ファンの皆様に感謝の意を申し上げて、私からの挨拶と返させていただきます。西山次郎18期もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、同じく主催である公益社団法人日本将棋連盟会長羽生善治よりご挨拶申し上げます。羽生会長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本将棋連盟の羽生善治です。本日はお忙しい中、また暑い中、第17期マイナビ女子オープン女王就位式にお越しいただきまして誠にありがとうございます。そして見事に7連覇を達成されました西山女王、誠におめでとうございます。どうぞお帰りください。先ほどの、ご挨拶にもありましたように、このマイナビ女子オープンはですね、まあ、本当に、アマチュアの方から、プロの方まで、まあ、真っ向を競う、まあ女王の座をですね、競う、まあ、タイトル戦というところで、17年前から、始まりました。女流棋士はですね、今年50周年という大きな、節目を、迎えております。まあ、1974年に、まあ、始まりまして、半世紀の間ですね、本当にですね、多くの皆様に支えられて、そしてですね、棋力としても、規模としても、人気としてもですね、非常に大きな発展を、遂げてきています。まあ、これはですね、女流棋士の、まあ、皆さんがですね、本当に、一生懸命、頑張って努力をして、様々な活動をして、まあ発展してきたというところとですね、応援をしてくださった皆様方の、まあ、おかげだというふうに思っております。で、現在はですね、まさにその、今回の、就位されました、まあ、西山さんがですね、まあ、フロントランナーとして、活躍をされています。今回の五番勝負はですね、大島二段という、新しい新人の方が、挑戦するフレッシュなシリーズとなりました。少しですね、多棋戦の、ところのことも含めてですね、まあ、お二人の棋譜を、まあ、見たんですけども、まあ、最初の頃の対戦を見るとですね、やや西山さんがですね、まあ、こう、新しい人と、まあ、対峙してですね、少し戸惑われているというかですね、うん、まだなんかこう、相手の人の、まあ、特徴が、見え、切れてない、掴み切れてないというようなところも、まあ、あったのではないかなというふうなことも感じたんですけども、やはりこの、タイトル戦というか、まあ、大舞台の、まあ、中でですね、こう、一局一局を、まあ、積み重ねていく中で、まあ、修正を重ねて、まあ、見事に、防衛を果たされたというところでですね、やはり、この、積み上げてきた、実績の重み、経験値というのをですね、感じさせられたシリーズでもありました。また一方でですね、まあ、大島さんにとっても、まあ、今回の、まあ、シリーズをですね、まあ、一つの糧としてまだまだこれから先たくさんのチャンスが、まあ、あると思いますので、まあ、頑張っていただけたらなというふうにも思っております。マイナビさんにおかれましてはですね、この棋戦の、出催のみならず、出版イベント等ですね、幅広い形で将棋界を応援していただいております。これから先もですね、ますます発展していけるように、まあ、頑張っていきたいというふうに思っておりますので、今後も、変わらぬご支援のほどをお願いしたいというふうにも思います。そしてですね、今回の五番勝負で、対局場 を提供して、素晴らしい対局場を、提供してくださった皆様方、タイトル戦の開催にあたりまして、ご尽力をいただきました関係者の皆様に厚く御礼を申し上げて、ご挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、就位状の授与に移らせていただきます。西山女王、前にお進みください。女王就位状は、日本将棋連盟会長
羽生善治より授与いたします。羽生会長よろしくお願いいたします。首位上西山智香殿、あなたは今期マイナビ女子オープンに優勝されました。よってここに第17期女王就位を認証いたします。令和6年7月2日日本将棋連盟会長羽生善治、おめでとうございます。お写真を少しだけ、はい、撮りいただきましょう。この後もですね、フォトセッションもご準備してますので、はい、はい、じゃあ受け取りください。それでは続きまして、マイナビ杯並びに優勝賞金の贈呈に移らせていただきます。マイナビ杯そして優勝賞金は、株式会社マイナビ執行役員社長室室長保作正幸より贈らせていただきます。副室長お願いいたします。ありがとうございます。続きまして、優勝賞金500万円が贈られます。どうぞお受け取りください。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、花束の贈呈がございます。第3局を誘致してくださいました藤沢市観光協会会長湯浅博一様、よろしくお願いいたします。7連覇おめでとうございます。また来年も 8連覇目指しましてですね、ぜひ藤沢で来ていただくようにお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。藤沢さんでお写真を、はい、撮りいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。岩瀬様ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、西山智香女王より謝辞がございます。西山女王お願いいたします。皆様こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今回は、大島彩香女流二段との番勝負ということで、私自身、初めての年下の方のとの、番勝負ということや、先ほどお話もいただきましたけれども、他の棋戦での、初対戦の方の内容がですね、本当にギリギリのところでの勝ちだったかなというところで、準備段階から、大変気を引き締めて挑んでおりました。内容の方はですね、要所で、勝負手が功を奏したりですとか、対局前に、将棋世界で、勉強していた内容が、そのまま、局面が現れたりですとか、そういった、幸運もあり防衛という形につながったのかなというふうに思っております。今回の結果で、幸運にも本当に7連覇という形になりまして、私のことのように喜んでくださる方々がいらっしゃることが本当に女流棋士冥利に尽きるなと思っておりまして、そういったことも励みにさせていただいております。マイナビ女子オープン戦では、本当に観る将の方々にとっても画期的な催しを毎年開催いただいているなと思っておりまして、本当に得難い棋戦だなというふうに感じております。私自身、そういったところに沿って楽しんでいただけるものを、目指したいなというふうに思わせていただいております。
本当に日頃よりお心尽くしのサポートをしてくださっております株式会社マイナビ様、マイナビ出版様にこの場をお借りして感謝申し上げます。そして毎年ですね、本当に安定して対局に適した素敵な環境をご用意してくださいます陣屋様、東京ホテル様、遊行寺様、そして藤沢市観光協会の皆様に重ねて感謝申し上げます。また1年、女王という本当に大きなタイトルを背負わせていただきますので、それにふさわしい将棋であったり振る舞いといったものを求めて頑張ってまいりたいと思いますので、引き続きご指導いただければと思います。本日はありがとうございました。それではここでフォトセッションのお時間を少し頂戴したいと思います。カメラをお持ちの方はどうぞ前方へとお越しください。それでは小作室長、羽生会長にご登壇いただき記念撮影をお願いいたします。まずはマイナビ杯とともに撮影をお願いできたらと思います。そうですね、小作室長と羽生会長と、はい、西山女王の3名での撮影となります。もう一個前で、笑顔でお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは羽生会長ありがとうございました。どうぞご登壇ください。続きまして小作室長と西山女王のお二人で記念撮影を行います。まずはマイナビ杯とともに撮影お願いします。よろしいでしょうか。それでは続きまして賞金ボードとともに撮影をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは小作室長どうぞご登壇ください。ありがとうございました。西山女王お一人で賞金ボードとともに撮影をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。続いてマイナビ杯とともに撮影をお願いできればと思います。続いて修理場とともに撮影をお願いいたします。こちらお願いします。笑顔でお願いします。一番の笑顔でお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そろそろよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは記念撮影を終了とさせていただきます。西山女王ありがとうございました。それでは以上をもちまして第17期マイナビ女子オープン女王就位式を終了とさせていただきます。皆様今一度大きな拍手をお送りください。ご登壇いただきましてお席へとご案内させていただきます。では
なお取材の方々はここまでとなります。